なんで LINE 返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？妙に細かい男性は一緒にいて疲れるという女性も多いでしょう。では、世の女性たちが細かくて無理と思うのはどんな男性でしょうか？乙女角恋の女性会員が考える細かすぎて勘弁と思っちゃう神経質男のパターンを探ってみました。1. 置物や本棚の本など少しでも曲がったものを見つけると端から直していく。何か病的なものを感じる20代女性。散らかった私の部屋を見られたらキレられそうで怖い30代女性。職場に一人いると便利かもしれないけど彼氏にはちょっと20代女性。2. 割り勘をするときは1円単位まできっちりやる。会計で時間取られちゃうともういい、私が出すって思っちゃう20代女性。3. メールの中に誤字脱字を見つけるといちいち注意をしてくる。意味は通じるでしょってカチン、10代女性。4. 掃除や洗濯の仕方について強いこだわりを持っている。洗濯可能、汚いベランダに置くなとかどうでもいいことにうるさい20代女性。この際、掃除など相手がこだわりを持つ細かい作業は丸ごと任せてみてはどうでしょう。すごい、私には真似できないとおだてつつうまく活用できれば意外と使える人材かもしれません。